種玉返事賞は、レンガ詩の葬儀が表した、源氏物語の源氏物語年率についての、注釈書、全一巻。種玉返事賞とするものが宮内庁所領部造本など、最も多いが、源の御返事賞や、源氏雑乱賞、源氏物語葬儀賞などするものもある。賞の字は、賞とされることもある。本書には、二大宮巻から、 死の元巻までの五感を扱った第一字本と、宿り木巻までを含めた第二字本が存在する。最も早い部分は1475年12月成立と見られる。宮内庁書領部所蔵本にある、三条西寂高の奥書きによれば、同社本はもともとは1481年に、葬儀が三条西寂高に対して、源氏物語の講義を行った際に、 牧の順序が乱れていたわかりにくかったので、質問したところ、それについては、書き留めたものがあるから後日持参しようと言われ、約束通り一巻を持参してきたので早速書写、したのが、同社本であるという。葬儀には、源氏物語についての著作として、本書の他に1499年の成立と見られる。 源氏物語不審消失などもあり、本書が葬儀の源氏物語についての最初の著作になる。本書は源氏物語の年率を考察した注釈書である。大筋で一条金吉が表した源氏物語年率を受け継ぎながら一部に独自の見解を加えている。年率に関連して議論になる箇所を消失し、川海省や課長余剰など先行する。 注釈書の説を引用して文脈に即した詳しい注釈がなされている。二尾宮巻以降の年率と巻状について、作品内での薫の故障の変化がその簡易の変化を正しく反映しており、かつ、現行の源氏物語の巻状の順序通りに、作品内での時間が進んでいるとすると薫の簡易は一度、上がった後で下がったという異例の事態が発生していることになるが、 作品内にはそれを思わせるような事実は見られないため、巻所の方を入れ替えて理解するべきであるといった考察を行っている。ありがとうございます。